こんにちは、速稼塾の久保です。今朝私ね、動画を2本ほどアップロードしたんですけども、音声がね入ってなかったみたいで、ちょっと大変失礼しました。それをね、埋め合わせるための今回の放送でございます。一つ目の動画なんですけども、菅総理の記者さんからのね、さら問いに対してのものなんですが、これ昨日のことだったんですが、記者会見がありまして、どこだったかな、東京新聞かどなたかが、記者の方が菅総理に質問したんですよね。でそれに対して菅総理が答えたと。でその答えに対してさらにもう一回質問をかぶせてくるのがさら問いっていうんですけども、基本的に記者会見では、菅総理の記者会見ではさら問いが禁じられてるんですよね。ですけども、今回記者の方が、いや菅総理はそう言いますけど、これはどうなんですかっていうふうに聞き直したんですよね。そうしたら菅総理が珍しく怒ってですね、そこの仕切ってる女性の方に、ルールを守るようにしてくださいよですからね、ムルを守らせろってことですよね。さら問いをさせるなってことなんですよ。そういうことを言ったことに対して私の気持ちなんですけども、菅総理にさら問いが来るっていうことは、それね、分かりにくいんですよ、回答が。で、的を射てないんですよね。だから一発で納得させるような回答を菅総理がするべきなんですよ。それができなくって、いつもみたいにはぐらかしてるでしょ。安心安全のなんとかかんとかって言って、全然論点とは違うもの、聞いてることとは違うことで時間を潰してるだけなんですよ。で、そういう菅総理に対して記者の方が勇気を持ってね、いやいや、ちゃんと答えてくださいよみたいな感じでさら問いをしたのを、まあそれはダメだっていうことをね、広報課の方に制するわけですよ。それはないだろうと。菅総理一発で納得できるような答えをいつもしてくれよって感じですよね。いつも明確な答えがないんですよ。なんかテープレコーダーを回したようにね、誰かが書いたメモを読むようにね、菅総理は自分で考えて、自分の総理としての意見をね、総理の立場での意見を出していかないといけないのに、私の立場で答えることはありませんとかね、そういうことも言いますよね。なんかね、総理の立場って日本で一番権力を持っている方なんだから、総理が答えられなかったら代わりに答えれる人いないじゃないですか。だからもうその辺も込みでね、ちょっとね、いい加減にしてくれよって思うわけですよ。これが一つで、もう一つはそのルールを守らせろってね、広報官の女性の方に言ってますけども、ルールを一番破ってるの誰なんだってことですよ。甚だしいですよね。だからそういうことを菅総理ね、お子さんとか親戚の方とかご友人の方とかね、見てると思うんですけども、どういうふうにね思ってるんですかね。恥ずかしくないのかな、それとも自分は権力者だから誰もぐすっとも言わねえやと思って高をくくってるのかなってことですよね。まあ菅総理ね、私それでもなんかね、ものすごい正義のパワーを持ってる人だと思うんですよ。まあ、ですんで、このまんまいろんな政策、それこそ批判は浴びると思いますし、私も批判しますけども、それでもね、貫き通すものはオリンピックじゃなくてね、貫き通してもらいたいなと思います。まあオリンピックはもうそんなこだわってる場合じゃないと思うんですよ、菅総理ね。なんか結局これオリンピックね、菅総理がはしごを外されて裏切られてポツンとするパターンじゃないですか。だんだんそうなってますよね。私菅総理ね、別に嫌いじゃないんですよ。ただ政策がちょっとね、なんかまどろっこしいっていうか、もどかしいですね。もっと一本ね、官房長官だった時の方がなんか力があったって感じしますね。惜しいですけども、すいません、勝手なことを申し上げましたけども、菅総理に対する憤りでございました。いってらっしゃい。